どうやって。今まで30人以上の罪なき人々を殺しました。轟家の長男として生まれました。僕がなぜこのような醜猥な所業をみんなに知ってもらいたい。力に焦がれていました。無理やり妻をめとりました。人を超えられない絶望から絵を持った子を作るため。しかしどうやら僕は失敗作だったようで、捨てられ忘れられました。なんだか楽しくなってきた。人生を踏みにじれるか。毎日俺が夏くんに泣いてすがってたこと知らねえだろう。お前の人形のショートが大成した頃に殺そうと思ってた。九州では死んじまわねえか肝を冷やした。星のしもべやエンディングを誘導した手があった。子供たちに向き合う時間は家族の絆を感じさせただろう。察知業自得だぜ。過去は消えない。さあ一緒に落ちよう、トドロキエンジ。地獄で俺と踊ろうぜお父さん。あの日は木枯らしが吹きすさんで空気が乾燥して、親は焼けて死んだ。かろうじて見つかったのは科学部の骨が一かけら。どうしたんだその髪の毛。嘘、ジジイだ。そんなことより、宿しはしなかったが、宿していた火力は俺以上のものだった。妻も兄弟がいた方が励まし合えると第二子冬美を産んだ。二人とも俺が望んだ個性ではなかったが、それでもまあよかった。俺は当夜に野望を託していた。俺以上の素質を持っていたからだ。俺の行きたかった場所へ行けるはずだと。悔しさも嫉妬も全て打ち砕いてくれると。奴が町へ降りたら未曾有の大災害になる。敵に背を見せるヒーローになれと教わったことはございません。コス来て外でりゃヒーローなんだ。この世界に本物の英雄なんていやしねえ。生きやすい世界に。おめえらはヒーローなんかじゃねえ。俺が潰したら僕らも